今日朝4時に起きてきました。堀川練習です。今日は3時半に起きて朝ごはん食べて、4時半にグラウンドに着いて今から練習頑張ってきます。お疲れ様です。今からちょっと時間あるので自主練して、車でご飯食べて、で8時半から出社なんで今から移動して仕事行ってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。おはようございます。練習終わって今から、仕事行ってきます。行ってきます。頑張ります。私どもの施設ではリハビリを提供して在宅復帰を目指しながら、まあ、楽しく施設生活を送っていただけるように、サービスを提供しております。はじくん、斉藤ぼたくん、それぞれ、とても人柄もよくですね、楽しくサービス提供していただいておりますので、今後とも小野さんと一緒に頑張っていければと思っております。よろしくお願いいたします。まずここの運動の準備を朝一にやって、それでここの運動の手伝いをやって、スムーズに皆さんが、まあ、運動できるように誘導したり補助をしています。でこの仕事やっていて、まあ、すごく楽しいです。主に利用者さんの補助をしています。例えばご飯の補助や入浴の補助、トイレの補助などを主にやっています。ボール遊びをしたり体を動かしたり体操の時間があるんですが、その時間に利用者さんが一生懸命取り組んでくれたり、笑いながらそのレクリエーションをやってくれたりした時に、僕も嬉しい気持ちになってやりがいを感じます。斉藤君ですが、いつもリハビリの方で仕事をしてもらっています。最初の、会った印象だとすごくおとなしそうだったんで、心配したんですけど、今こうたこうたと言ってですね、利用者さんからも職員からも、可愛がられています。はじくんですが、いつも爽やかな笑顔で誰に対しても優しく接してくださっています。利用者様から の人気度はナンバーワンですね。はい、これからも頑張ってほしいと思います。橋めぐみです。斉藤さん来ますよ。気分上げんな。こうやって毎日トレーニングやってます。30分、とりあえず1番、はい、文字だけ。これそう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 、休み休み。みんながこれ可愛いって言ってたよ。お疲れ様です。いや、仕事今終わったんで風呂行ってきます。じゃあ。お疲れ様です。